ホセラモン・ルクラークは、ドミニカ共和国バルベルデ州エスペランサ出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のテキサス・レンジャーズ所属。メディアによっては、レクラークなどと表記されることもある。2010年12月にアマチュアフリーエージェントで、テキサス・レンジャーズと契約して、プロ入り。2011年に、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・レンジャーズで、プロデビュー。 20試合に登板して3勝1敗1セーブ、防御率2.36、27奪三振を記録した。2012年もルーキー級、ドミニカンサマーリーグレンジャーズでプレーし、19試合に登板して3勝1敗1セーブ、防御率1.54、41奪三振を記録した。2013年は A 級、ヒッコリークローダッツでプレーし、39試合に、 当番して3勝4敗5セーブ、防御率3.36,77奪三振を記録した。2014年は A 級マートルビーチペリカンズでプレーし、42試合に当番して4勝1敗14セーブ、防御率3.30、79奪三振を記録した。2015年は A 級フリスコラフライダーズでプレーし、26試合に当番して6勝8敗、 防御率5.77、98奪三振を記録した。オフの11月20日に40人枠入りした。2016年は開幕を A 級フリスコで迎え、トリプル A 級ラウンドロックエクスプレスを経て7月5日にメジャー初昇格を果たした。翌6日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは12試合に登板して、防御率1.80。 15奪三振を記録した。2017年は、開幕からメジャーに帯同し、右の中継ぎとして定着。6月14日のヒューストンアストロズ戦では、メジャー初勝利を挙げた。この年メジャーでは47試合に登板して2勝3敗、2セーブ、防御率3.94、60奪三振を記録した。二千十八年は十九試合に登板して二勝三敗十二セーブ、 防御率1.56、85奪三振を記録した。2019年は70試合に登板して2勝4敗14、セーブ、防御率4.33、100奪三振を記録した。2020年は2試合の登板にとどまった。2021年は、開幕前に右肘を痛めて3月に、トミー・ジョン手術を受けることとなったため、シーズンを全休する見込みとなった。 平均 96mph のフォーシームとスライダーを主体とする。他にはツーシーム、チェンジアップ、カーブ、カッターを投げる。ありがとうございます。